青谷です。だんだん髪が伸びてきまして、石川五右衛門みたいな感じにちょっとずつなってきましたが、まあ割と好きです。今日はですね、箸休めに給料の話をしようと思います。京大の准教授で63歳の僕ですけれども、給料は東大京大卒の典型的な会社員、40代後半とか50代の会社員に、軽く負けます。一応学歴社会ということになっていますから、典型的な会社員はですね、例えば文系だったら学士が多いし、理系だったら修士まで終わっている人が多いです。でも、学歴社会ということから考えると、僕は数学の理学博士 で第二言語習得の英語教育の教育学博士なので、そこそこもらえそうでしょう。でも、そういうことには一切関係なく、彼らはだいたい1000万円はもらっています。少なくともね。なんで僕は850万か60万かそんなんです。でそういう状況であるにもかかわらず、ここがポイント。そういう状況であるにもかかわらずですよ、東大京大の教員って高給取りと勘違いされていることがまあまああるんですね。まあ、知らない人はそう思うことがまあまああります。で、大阪人の何がおもろいという感覚から言うと、こう金持ちが服がボロやったり、靴下に穴開いてたり、見かけが貧相やったりして貧乏人と思われてるとかいうのは、これはおもろいですけど、金ないのに勝手に金持ちと決めつけられるというのは、嫌な気持ちはしてもですね、全然面白くも何ともありません。まあそれが理由で、僕はいつも授業でもそうですし、それから講演とかでも、僕の年収は800数十万円ですよと言って、それを公開しているんですね。で、公開はしているんですけど、本当は給与明細なんかもうはっきりした証拠みたいに給与明細なんかを見せたいんですけれども、まあ工事機能が保たれているとはいえ、自閉症の僕の常識とか良識とか判断力とかいうのをですね、僕自身が信頼信用できないですね。だからたとえ自分自身の個人情報でも何でもいいからウェブに出したらいいというものでもないんじゃないかというので、今日まで今日までそれを差し控えていたんです。で、友達とかも僕が出すことによって、お前は別に出すのは勝手やけど、お前と同じような人たちの給料も分かってしまうけど、それでもそれは問題ないんかなとか、なんかいろいろややこしいことを言い出すんですね。もう法的問題でも生じたらもうまた面倒なことになるんでと思っていたんです。ところが本日というのは、2017年8月4日4日に、たまたま昔の学生さんが量子力学のテストの、量子力学です、それは給料とは全然関係ないんですが、量子力学のテストの、コンサルテーションに見えたんですね。コンサルテーションというのはちょっと説明しましょうね。テストを受けますね。で、テストを受けた後、部分点とかつけるわけです。で、物理関係とか数学関係とか部分点があるのが多いわけですが、それは何か書いてあった時に、こういうふうに考えてこう書いただろうから、これぐらいの点はとかってつけてるわけでしょ。ところが実際に話をしてみると、コンサルテーションというのは まず僕が間違ったところを説明してあげて、こんな理由で部分点こんなにしてんねんというような話をまあして、向こうも何か言うことがあったら言うというみたいな、そんな感じなんですけどね。その時に学生さんから、どういうふうに考えてその紙の上に書かれていることがどういう考えから出てきたことかっていうのを説明してもらうことができますよね。そしたら、ほんまにアホやからアホのこと書いた場合もあるんですけど、いいことをいっぱい考えて、とても正しいことをいっぱい考えていたんだけど、どっか一箇所道を間違えたためにね、左曲がるとこ右へ曲がるようなことがあったために、結果がアホな結果みたいに見えるやつを書いてしまっているとかいうのはあるんですよ。つまり部分点的にはかなりあるべき部分点を得るべき人ね。まあそういうので、特にこのビデオを見てる京大生の皆さん、コンサルテーション来なさいって僕言うでしょ。で、あれ来なくてもいいですけど、オプションですけど、あれはとても大事なんですね。で、今日コンサルテーションに学生さんが一人見えまして、その人は学部は理学部ですけども、2年前、テストを受けた後すぐ留学しはったんですよ。だから2年前というか1年前ですかね、正確には。
1年ぐらい前のテストのコンサルテーションです。でその時にこれでまた本題に戻ります。コンサルテーションの大切さを、まあ、兄弟生のために強調しましたが、他の一般視聴者の皆さん、本題に戻ります。で本題ですけれども、その時に学生さんが、ね、そんな1年も経っててもまだコンサルテーションにちゃんと言われた通り来るような人ですから、信頼できる情報源なんですよ。その信頼できる情報源の学生さんがこういうことを言わはるんです。法学部の京大のね、法学部の高山教授、それがネットで給与明細を公開していたことがあると思うんですって。で2人で検索してみると、元データはちょっと出てこなかったんですけれども、それについての記事を見つけたんですね。で法学部の先生がやってるぐらいだから、まあ、僕も意を強くして、その違法とかそんなことはありえへんやろと。で、給与明細を出すことにしました。これが僕の給与明細です。サイトはここですが、今から給与明細を出しますね。これです。でホームページにも書いたんですけれども、アエラの2010年、9月20日号にですね、こんなことが書いてあったんですね。法政大学の職員というのは教員ではありません。職員さんは平均年齢 40.7 歳で、平均年収 971.2 万円、めちゃめちゃ多いですよねと僕は感じるんですが、でそういうふうになっていて、で63歳の僕がね、それがまあ軽く負けていますよね。軽く負けています。でまあ、いずれにせよ、そんな青谷を含めて、僕も含めて、京大や東大の教員はむしろ薄給なんですよ。むしろまあ学歴とかとの兼ね合いで言えばっていうことですよね。で、僕らね、勘違いされる理由の一つはところで、貯蓄がまあまあ多いことなんですけど、貯蓄の多さは人に多忙で金を使う暇がないことと、それから Monk-like self-denial、 これは修行僧のような自己否定、どういう意味かというと、消費の誘惑に強い。だからそんな、それは当たり前ですよね。だってまあ、たまに研究に必要やから高いコンピューター買いましたと、特に家に置くコンピューターは研究費で買えないんで、そんなことはあっても、例えば高級バッグを持ってるから偉い学者とかするの全然関係ないじゃないですかね。あるいは車を買ったから昨日までできなかった証明ができたとか、そんな全然ないために、私たちの価値観からしても、まあ、消費の誘惑に強いんです。それが理由で、まあ、貯蓄は多いんですね。でも給料は安いですよ。で繰り返しになりますが、ね、最初に言いましたよこれね、僕がこれを出す理由は高給取りではないということを証明することですね。高山先生がお出しになった理由はまた他のことかもしれません。それはそれなんです。自分のこの、例えばこの安い給料が不当なのかどうかは、これはもう個人の主観の問題も大きく、例えば僕のような青谷の世界観価値観であったら、それはもちろん主観的には、まあ、記憶正しく生きていて、まっすぐに天地の真理を追求していて、悪事も働かず、努力の鬼というふうな人間はですね、まあ、究極の高給取りであっても当然だと、まあ、思うかって言ったら、まあ思いますよ、主観的にはね。でも別に社会の判断はそうじゃないということですよね。でさらに自然科学こそが実学、本物の学問という意味です。実学、強度じゃなくて実、ところで人間も単に生物学だと僕は思っているので、人文社会系の学問もですね、単に自然科学なんですね、僕にとっては。でそういうふうな考えの人にとっては、人文社会系の教員の1兆倍ぐらい自然科学系の教員は給料があるべきだと思うかもしれません、主観的にはね。それは何の意味もあれへんのですよ。だけどね、これはもう全く主観なんですよ。で同じようにですね、全くの主観の話をすると、僕は野球大好きなわけです。だから僕は、野球好きの僕はですね、イチロー選手が何十億何百億ですかお金をもらっても、まあ神様の給料だからと完全に今度は納得してるわけですよね。全然納得していない人も他にいると思います。でまあいずれにせよ、こういう感情はもうまさにですね、単なる感情であって、そこにはこう客観的証明もなければ、
測定や観察もないわけですから、深い意味とか意義はこれにはないんです。まあ、天地の真理という意味では深い意味や意義はないですよね。だからこれがもう一回強調しておきますが、僕はこの給与明細を、給料を上げろと給料を上げろと言ってこの給与明細を出しているのではないんですね。僕はこれ高給取りと間違えるなと、ね、高給取りとちゃうから間違えるな、事実真実を知れという意味で出しています。なのでそこをどうぞお間違いなく、僕はもっと給料をもらうべきかどうかというのは分かりません。いろんな考え方があると思います。満足しているかというと、いや別にお腹も減らないし老後も安泰なので、そういう満足はしていますよ。で、社会がもっと僕の価値を認めたらもっと給料高いんだろうなと思わないことはないです。でもだから不満ではありません。さてどうですか、僕の給料というか京大東大の先生の給料ですよね。話の種としては面白かったと思います。一つだけ言っておきますが、私は途中で10年間個人的な事情、家庭の事情とかで企業で働かないといけないという、とんでもないことが僕の人生でね起こったために、ずっと大学に勤めた人よりはちょっと低め、給料はでもちょっとだけですよ。まあそんなんです。で、この情報は青谷の名前付きでも名前なしでもどっちでもいいです。転送、再配布等、完全に自由ですね。むしろ正しい情報ですので広めていただくことを歓迎しています。量価が悪化を駆逐するようにですね、その例えはこういう場合には正しいのかな、あれは経済学の話ですよね、もともとは。でも、少しずつこの正しい知識、正しい情報を出すことによってですね、少しずつ、人々の知識のこうデータベースをですね浄化していきたい、正しく書き換えていきたいと、そういうふうに思っています。これで失礼します。